チを切りつけました。2回の裏、市立和歌山ツーアウトランナーなしから田島のライトフライを、これもライトの石川フェンスを回らずナイスプレーでした。3回の表、明秀日立ワンアウト1塁、ここは米田が素晴らしい牽制球でピンチを切り抜けました。4回表、明秀日立ワンアウトランナーなしから4番の武田空振り三振、5番の井上見逃し三振、米田がナイスピッチングが光ります。4回の裏、市立和歌山ワンアウトランナーなし、2番の堀畑がティーブ初安打、ライト前ヒット、4番の寺田もレフト前につないでいきました。そしてその裏、9回の裏の試合